皆さんこんにちは、ルカです。この番組では皆さんが気になる商品を5分で分かりやすく紹介していきます。毎日更新していますので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。なお、在宅確認やカスタムのご相談はパドック店頭まで直接お願いします。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。さて、今回ご紹介する商品はこちら、ベクターオプティクスドットサイト SCR72 マーベリックゲイン 2 1×25、 大人気のマーベリックシリーズの新作。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。全長が約92mm、このバトラーキャップつけた状態ですね、が 92mm となっております。高さがこの状態のハイマウントがねついて約 73mm、 重量は 201g、 電池マウント込みの重さとなってます。電池は CR2032、 これは別売りです。ドットサイズは3モア、対物接眼レンズ径が 25mm、 軌道調整が0から6段階、調整範囲が上下左右各60モア、耐水性は IPX4、モーションセンサー付き、付属品はピカティニーマウントと六角レンチ、跳ね上げキャップ、まあバトラーキャップですね、ユーザーマニュアル、クリーニングクロスとなっております。これまでのマーベリックシリーズがですね、 22mm のね径だったんですね、ここはね。でこれが 25mm の径で 3mm レンズが大きくなっております。大型化したレンズは歪みもなく、非常に視界がクリアで広いです。バトラーキャップが付属しており、使用してない時にはねこのレンズ保護が可能となっております。輝度は6段階調整ということでね、こちら、はい、で6段階の調整ができるんですけれども、このね6段階調整の間に1つずつ消灯する箇所が挟まってるんで、あらかじめ使いたい、例えば5で使いたい時にぐるぐるって回さなくちゃいけないとか、3の時ぐるぐるって回さなくちゃいけないのが、この間に消灯があるので、好きな位置にねワンクリックでいけるという仕様になってると。これがちょっとね前作のマーベリックより進化してる線らしいですね。エレベーションヴィンテーションノブは特に工具はなく、必要なくですね、こちらとここかな、はい、まあ、手で回すことが可能です。で今音わかるかな、一台やるごとにクリック感があるので調整しやすくなっております。でモーションセンサー機能がついているので、90分間動きがないと自動消灯ということでね、まあ、サバゲー終わって最後ガンケース入れた時とか電池つけっぱなしにしちゃっても、まあ、60分動きがなければ止まってるんで、電池がね、なくならない、なくなった状態で、あ次のゲームであーってはならないというね、モーションセンサー付きでございます。こちらはねハイマウントですが、ローマウントも付属しておりますので、好みは本体によって使い分けてください。それでは実際に銃に取り付けて撃ってみたいと思います。はい、シューティングレンジが決まりました。このドットサイドね、じゃあ試していきたいと思います。マーベリックシリーズね、まあもういいの分かってんすよ、はい、すごい使いやすいと思います。でもうよくクリアだよね、こう見るとね。で光量もしっかりあるし、でもね最初なんですからかな、ちょっと硬いこのダイヤルは硬い、確かに。あでもほんと、うん、1にするとかなり弱いんで、暗いとこでもいけるし、もう明るい昼間でもね非常に使いやすいドットサイトだと思います。で、まあ、調整もね、手軽にできるんで、ゆっくりこすっとかにこすったらねちょっと調整もねずれちゃうかもしれないですけど、まあ実際に本当バトルキャップもついて非常に使いやすいモデルだと思います。まあ見た目もやっぱかっこいいよね、うん、はい、おすすめでございます。はい、いかがでしたでしょうか。皆さんもぜひ使ってみてください。さて、今回ご紹介したのはベクターオプティクスドットサイト SCRD72 マーベリックゲイン 2 1×25、 ご購入は模型パドックのホームページからお願いします。画面の QR コードか概要欄にもリンクがありますのでチェックしてみてください。この番組は毎日更新しております。皆様からのチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまた明日お会いしましょう。バイバイ。